皆さん大変長らくお待たせいたしました。これより、長谷川先生によるご講演を開始いたします。長谷川先生はですね、東京工業大学科学技術創生研究院で准教授を務めておられます。VR や AR をはじめまして、ヒューマンインターフェース、ヒューマンコンピューターインタラクションの研究を通して、人が自然に楽しく創造的に暮らせる情報環境を作ることを目指してご研究をされていらっしゃいます。そんな長谷川先生よりですね、今日はメタバースのためのハプティクス、器用な操作を中心にと題してご講演いただきます。それでは長谷先生お願いします。フロリさん、ご紹介ありがとうございます。皆さん聞こえていますでしょうか？マイク入ってますかね？大丈夫ですね。ありがとうございます。それでは、メタバースのためのハプティクス、器用な操作を中心ということで、話を始めさせていただきます。小長谷こと長谷川翔一です。どうぞよろしくお願いします。では次のスライドお願いします。そっか、これ動画ですね。すいません、動画に切り替えていただいていいですかね。出るかな？これから出ます動画のようにですね、触れ合いがあるわけですね。出ないかな。難しい。しまった。すみません、難しいことをお願いしてしまったので。ですね、メタバースの中で触れ合いをすると、今の V チャだとフィジックスボーンっていうのがあって、体が動くんですよね。で、それのもうちょっと進んだやつを、これは弓代さんが中心に実は研究されていた、されているやつなんですけど、その中の一つで、あれ、あ、もう終わっちゃったかな。その、あれ、もう少しあったと思ったんですけどね。難しいかな。メタバースの中で、体が触れ合うっていう状況が、あるんですね。例えばハグをするとかそうなんですけども、そのハグをするという状況ですね。これ頭を撫でてるとかだったり、手なんですけど、やっぱりこういう全身の触覚というのがどうしても欲しくなるなというのがあると思います。で、今日は皆さんきっとこういうの、にも興味があると思うので、最初にこの話をして、その後で、私が主にやってるその手先で器用に操作するって手の話に進みたいと思っています。すいません、スライドお願いします。これだけっていう。 動画はこれだけなんですが、次のスライドに行きますかね。ありがとうございます。それで、実は指先と体とちょっと皮膚の構造が違うんですけども、写真の撮影をした時に、さっき言いましたこのパチニーというやつですけども、これが一番感度がいいんですね。ただし、高い周波数の振動を感知するやつで、それ以外に、この表面の方にあるやつが2つあって、で、こっちのが一番よく言われるのは、メルケル細胞ってやつがですね、触覚の細胞として有名なんですけど、これはずっと押してても感じることができる。それからこのマイスナー小体ってやつは振動しか感じられないんですけど、もうちょっと低い周波数なんですね。で、これが表面にあるから結構形が分かったりするやつで、あとこのルフィニっていうのは、ルフィニ周波数の横ずれを測る。こんな風な構造をしてます。で、これ面白いのは、実はこれがですね、指紋なんですよ。で、人間って指紋に合わせて汗腺がついてて、で、これ奥行きと方向にちょっとずれてるんですけど、本当は汗腺の横にマイスナーやメルケルがあるわけでは決してないんですが、避けてあるんですけども、奥行き方向にずれてるんですけれども、こんな風にその一番、神秘、柔らかいところの一番がこう奥になってるところにマイスナーがいて、硬い表皮が一番出っ張ってるところの下にメルケルがいるっていう、こういう面白い構造をしていて、これのおかげで、指紋のおかげでより感度が良くなってるっていうのが、この液の部分なんですね。で、すみません、次のスライドお願いします。で、一方でその毛がある部分ですね、実は指って毛がなくて指紋があるんですね。で、指紋がないとって毛があるんですよ。で、毛があるところはどうなってるかっていうと、皮膚が薄くって、で、マイスナーっていうのなくて、代わりに毛が動くと毛を、動きを感じるやつがついてるんですね。で、それと加えてですね、この辺は、もの、器用な操作をしたりとか、運動をこう制御したりとか、そういう系に使われる。形を知ったりとか、そういう、なんていうかね、情報を受け取る部分が強いんですけど、このちょっと面白いのがいて、皮膚の、薄い皮膚のところには、視触覚繊維っていうのがですね、CT アファレンスで。で、これは、撫でたら心地よいっていう、その心地よさを、感じるためにあるんじゃないかということで、そういう研究があるんですね。で、反応は遅いんです。
実はこれの方は反応が早い神経を使ってて、ここにその神経の絵が書いてあるんですけど、反応が早い神経って実は電気のパルスが伝わってるんですが、電流が流れてるわけじゃなくて、こうイオンのがこうこの神経の中と外とでこう出入りして、で表面の電位がこうプラスマイナスがこうかあの中と外のこの電圧がこう変わっていくんですね。で、それがこう、隣がひっくり返ると、その次のやつもひっくり返るってことが起きて、パタ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 って伝わっていくんで、実は電気と違ってむちゃくちゃ遅いんですね。1秒間にこの細い、一番細い C 線維ってやつだと1メートルしかいかないんです。秒速1メーターって相当遅いですよね。指先で気がついて頭まで届くまでになんか2秒ぐらいかかるとかいう、そういう世界なんですね。で、それがこっちだと早いんですね。これ何かっていうと、このパタパタパタがここでしか起こんなくて、あと絶縁体で覆われてるんですね。で、そうするとパタパタ、パタパタ、パタパタってこうジャンプしていくんで、速くて50メーターパーセカンドぐらい出ると。で、こっちを実はこの上の方は使ってるんですね。操作に関係するのはこっちの方で、こういう心地よいなっていう、これは実はゆっくりなんですね。なんで撫でてあげるのはこう、ゆっくり丁寧に、あまり急がないでというか、反応するまで時間かかりますんでってことを、知っているといいかなというふうに思って紹介しました。はい。で、まあ、こういう構造を持ってます。じゃあ次のスライドお願いします。ここに行って、まずその後処理されたのがこっちに来るみたいな、ところでもあってっていう話で、なんか温度わかんないなっていうのが、まあ温度まだ、そんなによくわかっていないんですけど、あったかいっていう感覚は、あんまり、どこあったかいっていうふうに感じるセンサーが分かってるんですね。で、それがあることは分かってて、それが C 繊維でやっぱり一番細い繊維で伝わってるってことは分かってるんですよ。で、それはまでは分かってるんですけど、まあ、その先どうなってるのとか、結構温度は謎が多いというか、温度感覚っていうのは、このいわゆる触覚、機械の感覚、触られたって感覚に比べて、まあ、触られたら温度も変わるんですけど、それはそんなにすごくよく調べられてるって状態じゃないんですよね。時期的に随分違うんですね。で、この辺のその触覚の方、いわゆるで、その温度の方もか、温度の方がやっぱ80年代の終わりぐらいかな、80年代ぐらいに結構研究されてるんですけど、それができるようになったのは、指のさっきのマイスナーとかメルケルとかパチニってやつがどういう感覚なのっていう話ですよね。それも、なんだっけ、どうやってやってるかっていうと、指に、指のその感覚じゃなくてですね、指から出た神経がこう束になって脳に向かっていくんですけど、だから手通ってるんですけど、その手を通ってる神経の束にすごい細いタングステンの針をね、こうちょんちょんちょんって突き刺して、うまくいくとどれか1本とだけと電気がつながるんですよ。で、それで、それをこう、スピーカーにつけて、音しないかなと思って、いろんなところの触覚受容器をツンツンつついていくと、あ、見つかったって見つかって、で、そうすると、それをつっつくと、こう、なんか出てくると。波形が出てくる、神経の波が見えるって状況になるんで、で、それを使って、調べているっていう。そんなことで、メルケルとかマイスナーがどんな機能だかっていうのが分かってきた。だけど、見た目のその受容器の形と実際のその神経に通っているその信号との関連付けをするってまた難しくってっていうので、結構時間がかかったんですよ、なんて話があります。じゃあ、もう続きができますかね。はい。じゃあ、ここから、始めたいと思います。その皮膚にある受容器から、まあ、脊髄を通って、で、それから視床を通ってどこに行くかっていうと、この体性感覚野ってところに行くんですね、神経が。で、それをペインフィールドっていう人は、その脳のこう開いて、電気の刺激をするという治療をするときに、まあ、それやっていて分かったことなんですけど、ここを刺激すると、なんか手が触られた感じがするとか、そういうことが分かってきたんですね。で、それで、どこがどこに対応してるのってこう調べていくと、こんな風になったよってことなんです。で、これで顔が大きく、本当の人間より顔が大きく描かれてるのは、脳の、上の面積が広いってことなんですよね。で、指も大きいですよね。で、体こんなにちっちゃいんですよね。なんていう風になってて、この地図は面白くって、その、人間の体のどこに触覚がたくさんあって、どこはそんなでもないかっていうことを表してたりします。
で、こういうふうになってるんで、この表面をこう刺激してやれば、まあ、そういうそこ触られた感じがするんだったら、VR やってる人としては、あ、じゃあこれで全身スーツなんて着ないで、HMD かぶるだけで触覚提示ができるじゃないかっていうふうに思われると思うんですけど、そういう研究があります。で、これは収束超音波って、超音波の中の絵を見るやつもありますけども、それじゃなくて、超音波でこう破砕するとかもありますよね。だから超音波って結構力も出せるんですよね。でもちろん力出したら脳が傷んじゃうんで、弱いのでやるんですけど、弱いのでやると、神経に働きを変えられるんですよね。で、それで、超音波で刺激すると、脳を刺激すると、触覚が生じるっていうのは、そういう研究がありました。私も、今回話すために調べてみて、ないかなと思って探したら、やっぱやってる人いましたね、っていう感じでいました。ただ、狙ったところができるかっていうと、場所はだいたい指とかはできるんですけど、手とか指とかできるんですけど、その中に、さっき言ったように4種類ありましたよね。で、それのうちのどれか一つを刺激するってできないんで、例えばパチニっていうのを刺激してしまうと、なんだっけ、痺れたような、指先が、そういう感覚になっちゃうんですね。で、マイスナーだとパタパタした感じ。でメルケルだと押された感じとかで、そういうのが出てきたり、そういうのでもなくて、なんか動いてる感じがするとかいうのもあるんで、それは多分ちょっと処理した後のやつもここにあるんで、そっちが刺激されちゃったりとかいうことが起きて、まあ、思ったように刺激できるかっていうと、まだまだ難しいっていうところがあります。じゃあ次のスライドお願いします。で、それで、これもっとずっと単純なんですけれども、これ椅子が振動するだけなんですね。椅子が振動するだけなんですけど、振動する周波数を変えると、体のその皮膚の上のどこで共振するかっていうのが変わって、どこが一番揺れるかが変わるんですね。共振する場所を変えることができるんです。で、それで、周波数によっては鼻のあたりだったり、こう顎だったり胸だったりお腹だったりっていうのを椅子を揺らすだけでできちゃったっていう、そういう研究があるんですね。まあ、だからこれもなかなか面白いなと思って、だから必ずしも脳の刺激するというのが、まあ、一番早道とは限らなくて、なんか椅子をちょっと改造したらなんとかなるかもしれないということもあります。もちろん、まあこれも解像度の問題はありますけども、はい、では次お願いします。私 の, ところでもやってることなんです、やっていたことのなんですけど、この研究やってた人が、まあ、今起業して独立してハップビートっていう会社スタートアップを始めています。で、これどういう装置かというと、これはモーターが中に入ってるんですね。で、普通は直動の振動子っていうのがコントローラーとかに入ってて、それだと動ける距離が短いので、あまり大きな振動を小さな振動子では出せないんですね。どうしても大きさと強さが比例しちゃうんですけど、これはモーターを使って糸を巻き取ってるんで、すごく体の広い範囲に、強い振動を伝えることができる。しかもこういろんなところに巻くと全身いけますよ、なんていうのをやっていたりします。じゃあ次のスライドお願いします。で、ここから器用な操作の話、全身じゃなくて手先の話に行きたいと思います。じゃあ動画お願いできますか。すいません、これの最初に戻したいですね。どうやんだろう。ありがとうございます。これ、力学インターフェーススパイダーっていう装置なんですけど、これ手でグッと握ってるこのボールに合わせてこのスコップが動いていて、で、この動きをこう糸で測って姿勢を計算して、それに合わせてこの中の物理エンジンが動いて、それでどんな力がかかってるかが計算されて、計算された力を最後この糸を引っ張って出しているっていう、まあ、そんな装置なんですね。で、こうすることで、物に触った感触があるようになります。で、この物に触った感触があるから、うまく操作できます。で、これは物の持ち方なんです。さっきのはこの上側なんですね。握力端しっかり握るやつです。で、それとは別に精密端といって、チョークをこう持つときのような、持って細かく指先で操作するっていうのがあります。で、こういう、端の仕方を実は分類している研究は、鎌倉先生というリハビリテーションの、医学の先生なんですけども、その先生が1978年にされた14種の分類というのが、今世界中でも、使われているというか、他の人たちもこれが一番まとまっているという評価で、日本で80何年に出た本が、今、英語で出版されるっていうことになっているという、なかなか面白いことがあったりします。あれ、止まっているかな。あれあれあれ、再生が、ありがとうございます。あれ、止まっちゃった。大丈夫ですね。はい。
私止めたかな。ありがとうございます。とあそうですね。であのこれ本当に14種類この論文を見ていただくと全部ちゃんと載っていて JS ページで見えるんで、ぜひぜひ見て、ああ人間ってこんな持ち方するんだっていうのが分かります。百科事典で手に持ちそうなものを全部列挙してそれを持ってみてってことをされたそうです。でこれはあの力センサーであの圧力を測ることで2本の指の、まあ、もっとちっちゃいものを持つときに使う持ち方なんですけど、それを使って、ものをあの操作することができるようにって、2本の指で器用に操作するっていうのもであの真似できるようにと思って作った、バーチャルリアリティの環境ですね。であの、まあ、この指に対応しているのがこの、四角いやつなんですけど、こう握っちゃうんじゃなくって軽く持つことができるんですね。でだからこう滑らせたりとか、この穴に合わせてこう引っ掛けて落とすとかできるので、操作が器用な操作ができるということになります。でこれは指に一応こうあの力を外から加えるのはできないんですけれども、あの糸で、圧力を加えたり振動を加えたりってことができるようになってます。なんで触ったっていうのと、あの深く侵入しているか浅く侵入しているか、それぐらいは分かるんですね。でその振動があの滑ったりあのぶつかったりした時の振動も出るんで、それで器用な操作ができるって、まあ、こんな風に糸で引っ張るようにあのなってるので、あのずっと力を加えるってことも、まあ力じゃないですね、圧力を加えるってこともできてっていうところです。でも本当は力がちゃんと出せたらあの握ってる距離をあの制限できるというか、これ以上指と指が近づかないようにする力を出すとかできるんですけど、あの外力が出せれば、まあ、それは指輪型なのでできないんですよね。爪に対して力が出るだけなんで指は自由に動いちゃうっていうところです。でもこうやって滑らした時の滑ってる振動を感じたりとか、ぶつかった時の振動を感じるので、かなり器用な操作ができるようになりますと。まあこれで満足なのかどうかっていうのは、なんというかいいと思うんですけどっていうことしかまだ言えなくて、これからちょっとたくさんあのどういう実験をしたらいいかって考えて、あの実際実験をして、あのまあ本当に操作するのに比べてどのぐらいダメかっていうのをあの評価していきたいなっていうふうに思っています。まあ、かなり器用にできます。あ、じゃあスライドお願いしますと、ごめんなさい。そうですね、さっきのあのこの動画の後のが全部あるので、その次の次の次のその次ですね。ありがとうございます。で、あの、実は人間って物をこう掴んで持ち上げるときに、持つ力を調整してるんですけど、これがすごくって滑り出すより10から 40% 強いだけなんですね。2倍の強さとかで持たないんです。すごくギリギリで安全率低いんですよ。それで持っていると。で、なんでそんなことができるかというと、滑ったらわかるんですね。このセンサーだらけの指なので、滑ったらわかるというところで、その滑りの、滑った時にこう振動が出てきて、それを全部こう感知していると。やっぱりこの触覚がないと、本当にあの操作しづらいんですね。なんで触覚は必須なんですけれども、まあ、これでも、まあ、いいのかなと。静的な力、スタティックな力と振動を、まあ、各指に出すことができるので、まあ、なんとかなるかなというふうに思ってます。ただし、感覚は保てない。力は出せる。これでなんとかなるといいなと思って、まあ、一応やってみて、まあ、いいかなと思ってるんですが、っていうところで、やっていますというところです。あ、じゃあ次お願いします。でですね、なんでいいと思ってるかの一つの理由なんですけど、人間の体勢感覚って意外といい加減なんですね。体勢感覚っていうのは、まあ、体の中に入ってる皮膚とか、あと筋肉とか関節の感覚とかも全部この辺も入れてなんですね。筋肉がどのぐらい、伸びてるかとか、関節が曲がってるかとか、そういうのも含めて、皮膚もですけども、それも含めて体勢感覚なんですけど、これらのことと、あとこういうふうに運動したいなって運動の指令もコピーされて、でそれが脳の中に身体図式っていうのを作ってるんですね。これが自分の体は今こうなってるんだっていう認識なんです。で、なんで皆さん目をつぶっていただいて、指先をこうやってこう合わせようとしてみていただくと、まあ、うまくするとぶつかったりするっていう、あ、そっか、その前にまず目をつぶっても自分の手がどこにあるかわかりますよね。で、自分の手がどこにあるかわかってる状態で、さあ、指と指を、伸ばさないでこう縮めた状態でこう指と指が合うようにしてみましょうってやると、そんなにうまくいかないと思うんですね。まあ、意外と、誤差はありますというのが、身体図式なんです。
次お願いします。でその身体図式はこうやって計算してたくさんの情報から計算しなきゃならないっていうのがあります。で計算が難しいんで間違えるんですよ。でどんな間違いがあるかっていうのを一つの例がこれなんですけど、ハンガー反射ってやつで、これ簡単に試せるのでぜひ針金ハンガーを手に入れたら頭にかぶってください。クッと回すと、首が自然に回ります。でこれなんでそんなことが起きるかというと、皮膚に加わる接触力の足し算は不正確なんですね。でそれで例えばこんなことをするとですよね、こういうふうにつけるとこういう力としては多分こういうオレンジの向きの力が加わりたいんですけど、それってこの、接触力なのは、抗力と摩擦力で、その摩擦力ですよね、摩擦力の部分っていうのがこう出てしまう。でしかもそれがモーメントがあるかのような回転するような向きに出てしまうので、皮膚はあ、これ回されてるって勘違いするんですね。で頭が回ると目が回るので、視界が視点が動くので嫌なんです。なので、回らないように首が対抗して力を出すっていう反射があります。でこれだけ起きちゃうんですね。力加わってないのに回されたと勘違いして対抗して動くんで、結果として頭が回ります。ぜひ今やっていただきたいんですけど、 HMD を片手でこうクッと押してほしいんですね。でその時に、自分の首を触ってみてください。首の筋肉をもうちょっとでもすごく弱い力でも、その力に比例しても一瞬にして首の筋肉が対抗して動いているのがお分かりいただけると思います。回らないですよね、手で押しても。そういうことが起きます。こういう反射があるんです。次のスライドお願いします。もう一つ面白い錯覚があるので、これもですけど、ピノキオ錯覚って言って、鼻をつまんでここを刺激すると筋房水ってやつが刺激されて伸ばされたと勘違いしてこうなってるんじゃないかと思うんですけど、そうすると鼻が伸びたと思うんですね。すごいですよね、身体図式って。鼻伸びたと思うか、ここでっていう、そういういい加減なことが起きます。であともっとすごいのが、前に今人か人のようなものを用意して、でその前の人の鼻と自分の鼻をこう左右の違う手で持ってこう撫でると、中間ぐらいまで伸びた気がするって人が結構います。これは 100% 起きるわけじゃない、もちろん 100% じゃないです。こっちは大体起きるんですけど、こっちは起きない人もいますっていう話です。私は起きます、やってみたら、はい、これもちょっと誰か協力者が必要なんですけど、ぜひやってみてください。 VR でできるかどうかは知りません。VR でもなったら面白いですね、これ。じゃ次をお願いします。まあ、っていうわけで、あと目で見ると、この身体図式で修正されるんですよね。で、なので、結局、感覚の誤差として感じちゃうってことが起きます。で、それで疑似力学っていうのがあるんですね。次のスライドお願いします。この目で見るっていうのが入ると、またもっと変わることが起きますっていうんです。で、これが目で見るが入る例なんですけど、これはマウスのカーソルが、横に動かすと引っかかるんですね。この白いところが高くて黒いところが低くなってるかのように、こう左に動かそうと思っても、ここ上がるときはなかなか速度が落ちてスピード出ないんですね。で、それが超えると一気にシュッていくっていうことが起きるんですけど、そうするとこのデコボコに応じて速度が変わると、あ、これデコボコしてるなとか重いなとか感じるようになるんです。でそれをカーソルじゃなくってアバターでやってみましたっていうのもあって、アバターでやるとなんか重さがちゃんとかかってる感じがするっていう、そういう研究もあります。まあ、だから結構そのボディ、身体図式ってやつと、目で見てるのがこうずれてる状況っていうのを作ると、それで、その分だけその触覚の方を修正して身体図式を視覚に合わせるってことをやるんで、説明できる VR 感覚も一部はあるんじゃないかなって思います。じゃあ次のお願いします。まあ、というわけでちょっと無理やりですけども長かったんですけど、指の感覚が保てないのはまあごまかせるんじゃないかなと期待していますというのが言いたかっただけなんですが、ということで、触れたことと滑ったことをちゃんと伝えればいいんじゃないかなというふうに思っていますというので、次お願いします。で一方でだけど、その触れてるかっていうのは分かんないんですよね、目だけでは。なのでその触覚、やっぱり当たったっていうのは必ず伝えなきゃいけないんですけど、当たった時っていうのは振動が起きるんですね。でこの振動を出すと硬さが分かるとかいうのがあって、これ VR でも再現するのが大事なんです。でそれをやってみたのがその次なんですが、次のスライドお願いします。また次これどんどん3枚ぐらい多分アニメーションになってるのでめくっていただけますかね、同じようなやつだったら。こういうふうに FEM で振動をシミュレーションしてますってことなんです。でそのシミュレーション結果がこちらに出ている通りです。じゃあ次お願いします。
で、現実にも作ってみて、これと VR と比べてみて、どっちがどっちって聞いてみると、この構造の違いは結構差が大きくて分かりやすくて、材質はアクリルと MDF って結構似てる重さなので、難しかったんですけど、それでもまあ、ちゃんと差が分かるっていうふうになりましたというところです。次お願いします。なんでやっぱり振動をちゃんと出すっていうのは大事なんですね。で、それも適当に出すんじゃなくて波形を考えることが結構重要です。で、次はあれですね、トライボロジーですね、摩擦です。摩擦があるので、固着滑り現象というのが指を滑らせると起きます。で、これもちゃんと再現しましょうってことをやってみたんですが、これだとちょっと僕は違和感を感じたんで、次のスライドお願いします。摩擦係数をっていうのは、実は、動摩擦と静止摩擦って定数じゃないんですよね。止まってから時間が経つと、だん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 上がってくるんですね、こんな式で。で、これがその摩擦係数なんですけど、動いてるときはこうで、止まってからだん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 上がってきて、でもそれを超えるほど力が出て、また滑り始めるってことが起きてっていうので、こう滑ったり、止まったりが繰り返されるんですけど、それをちゃんとこの摩擦係数が止まるとだんだん増えてくるをやると、実世界の波形と同じようなのが出てきて、違和感が減りますっていうことが分かりましたっていうのがあります。なんでこの辺ちゃんとやると、振動を出すデバイスでも結構いい線いくんじゃないかなというので、作ってみたのがさっきのでしたという話です。次お願いします。というところで、最後ですけども、人の体はセンサーだらけで、皮膚には触覚があるし、関節や筋肉にも体性感覚があります。で、これを全部刺激するのはすごく大変なんで難しいんですけど、でも脳を刺激するのが正解かもしれないけど、それはそれで大変なんで、もしかしたら他の方法もあるかもしれないなと思って、僕はどっちかっていうとその他の方法を探っています。で、その時に便利だというか、豆知識的なとこですけど、便利なとこですけど、身体図式は意外といい加減なんで、錯覚を使ったり省略をしたりっていうのができるかもしれない。それから、でも、器用な操作には触ったり滑ったりってことはすごく重要だってのは分かってるんで、これは必要だろうと。で、他どこまで省略していいかっていうのはまだ分かってないんで、これを私はちょっと、これからも追求していきたいなと思ってます。で、これが分かってきて、簡単なデバイスでうまく動かせるようになると、メタバースでも細かい作業ができるようになるんじゃないかと思っています。で、触覚ずいぶん研究されてきたんですけども、それでもまだまだやることあります。なんで、皆さんもぜひ触覚、に興味を持っていただけたらというのと、取り組んでいただけたらとも思います。で、日本の触覚研究者の紹介サイト、ハプティクスジャパンというのがあって、ここにありますんで、こんな人がこんなことやってるんだなというのを見ていただいたらと思います。以上で、話を終わらせてみます。どうもありがとうございました。長谷川先生、ありがとうございます。それでは皆さん、盛大な拍手をお願いします。パチパチ。